たる12月9日に行われる初めての現役ドラフト。先日発表された現役ドラフトの対象外となる選手がこちら。球団が少なくとも2人、現役ドラフトの対象となる選手を選ばなければなりません。ドラフト候補に選出した選手が一番人気を得た場合、最初の1人を指名できる権利を獲得できるため、そういった戦略もあるのが面白いところです。本日は日本ハムについて候補となり得る選手を考察していきたいと思います。まずは投手から見ていきます。まずはじめに、本オフ、引退、退団、戦力外通告を受けた投手がこの4名。金子投手が退団、谷川、望月、柿木投手が戦力外となり、柿木投手は育成選手として再契約の予定です。戦力外通告期間が終わり、現在支配下となっている投手がこちら。この中で候補から除外される投手を見ていきます。まずは FA 権を取得済み公式経験がある選手。投手では宮西選手のみで、規定により候補からは除外されます。続いて年俸1億円以上の選手。推定年俸での判断ですが、投手では上沢投手が年俸1億円以上となり、候補からは除外されます。ここからは除外対象となる選手の予想。まずは2022年シーズンルーキーイヤーを過ごした投手5名。常識的に考え、これらの投手も候補から除外されるでしょう。2年目のシーズンを終えたこれら2名の投手も在籍年数が浅いため、候補となる可能性は考えにくいでしょう。そしてチームの将来を担う若手投手、これら3名の投手も候補となる可能性はほぼゼロに近いと予想します。最後に2022年シーズン一軍戦力として戦ったこれらの投手たち、これらの選手も現役ドラフトの候補となる可能性はかなり低いと思われます。当チャンネルが日本ハム投手陣の中で現役ドラフトの候補から外れると予想するこれらの選手を除くと、残った支配下枠の投手はこの8名となります。ここからさらに絞っていきたいと思います。残る支配下投手の中で、川野、立野投手は高卒社会人を経て3年目のシーズンを終えたばかりなので、まだ候補として選出されるには早いと思われます。また今シーズンは不安定な投球が目立ったものの、その前のシーズンまでは安定した成績を収めていた杉浦、井口投手も可能性としてはそこまで高くないと予想。そして福田投手も今季登板数は少ないものの、一軍で13登板、防御率 0.87 とアピール。最後に現役ドラフトの本質である出番という観点から見てみると、西村投手は直近2年で45登板、池田投手は22登板とそれなりに出番はもらっています。大卒社会人を経て入団4年目のシーズンを終えた名場為投手、今シーズンは先発で2試合のみの登板に終わり、2軍では9登板で防御率 4.34 とアピールできず、直近3年の1軍登板数を見てみても、今シーズンは2登板、昨シーズンは1登板、一昨年も3登板で1軍での出番が少ない状況。1軍での実績は少ないですが、昨シーズン2軍では最優秀防御率のタイトルを獲得していることから、他球団からの需要もあるように思えるため、現役ドラフトの候補として選出されるのではと予想します。まず、今オフ、戦力外、退団、引退となったのはこの8名。片岡、宮田、上野選手が戦力外、上野選手は育成選手として再契約の予定、そして杉谷選手が引退、そして渡辺、
高濱選手が阪神へトレード、佐藤選手が西武へ、石川選手がオリックスへトレードした形となりました。戦力外となった選手などを更新すると、現在支配下となっている選手がこちら。投手と同様に候補から除外される選手から見ていきたいと思います。まずは FA 権を取得済み、行使した経験のある選手。野手の中では3名の選手が該当し、規定によりこれらの選手は候補から除外されます。ここからは除外対象となる選手の予想。まずは2022年シーズンルーキーイヤーを過ごした選手4名。常識的にこれらの選手も候補から外れるでしょう。2年目のシーズンを終えた4名の選手も在籍年数が浅いため、候補となる可能性は考えにくいでしょう。そしてチームの未来を担う若手選手たち、これらの若手選手も候補からは除外されると予想します。最後に2022年シーズン1軍での出場試合数が多かった選手がこちら。これら5名の選手も上から順に候補となる可能性は低くなっていくと思われます。 FA 権取得、ルーキー、プロスペクト、1軍出場試合数を上から順に並べたときに、その枠から外れてしまうのが1軍出場試合数バースト3となった清水、郡、梅林選手らとなります。ただ残る3名は保守登録の選手となり、現状保守登録の選手は6名となり、これ以上放出というのは考えづらいと思われます。となると野手からは現役ドラフト候補は選ばれずに、投手から2名選ばれるのではと予想します。投手からもう1人選ぶとなると、当チャンネルが予想するのは西村投手。社会人を経て入団5年目のシーズンを終え、今シーズンは18試合に登板も防御率 4.98 と不振。2軍では15試合で防御率 2.51、ウィップ 1.12 と9打点の成績。過去にはルーキーイヤーに26登板で防御率 3.52、 2年目は35登板防御率 3.83、 昨シーズンは27登板で防御率 3.48 と、ご覧のようにウィップは高めですが、1軍ではまずまずの成績を残した経験もあります。そういった実績もあるので、他球団からの需要も少なからずあるはず。またドラフト6位でリリーフ候補の宮内投手や、トレードで阪神から斉藤投手を獲得、役割の被る投手も新たな戦力として入ってくるので、そういった理由からも候補として選出される可能性が高いと予想します。少なくとも2名の選手をリスト名簿に記さなければならない今シーズンオフの現役ドラフト。日本ハムが現役ドラフトの名簿に記す選手2名は、名畑芽投手、西村投手と予想します。皆さんは日本ハムの現役ドラフトの候補についてどうお考えですか？予想を含めコメントしてくださると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。